今日もマイクラの世界で特訓だぜ。じゃあはあはあ、待っておったぞ勇者さんたち。都市伝説博士。この人は都市伝説博士、マイクラの世界で都市伝説を研究しているちょっと癖の強いおじさんだ。今回も都市伝説博士の手伝いかよ。わしの都市伝説の調査を手伝えるなんて嬉しいじゃろ、光栄じゃろ。いやそんなことは。博士の調査はお化けみたいなのが多いからな。ひろさんお化け苦手。はあはあ、安心せい、今回はお化けじゃないのじゃ。今回はどんな都市伝説なんですか？今回は TNT ルナムーンを調査するのじゃ。TNT ルナムーン？とその前に、 TNT ルナムーンなんて初めて聞いたぞって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。なー、 TNT ルナムーンってなんだ？ムーンって言うと前に調査したルナムーンと関係ありそうだね。ありそう。ルナムーンの動画はこちら、よかったら見てみてね。はあ、さすが勇者さん、 TNT ルナムーンはルナムーンに近い存在なのじゃ。ルナムーンと何が違うんだ？その名の通り TNT を使った現象を引き起こすと言われておる恐ろしい月じゃ。 TNT？ それってヤバいんじゃねえのか？ヤバそう。はあはあ、それでここが TNT ルナムーンが現れるという噂の場所じゃ。まずは何をすればいいんだ？まずは祭壇を作るみたいじゃ。材料はそこのチェストに入れておいたのじゃ。そんじゃ手分けして祭壇を作ろうぜ。とことん了解。これでよし、祭壇の完成だ。あとは TNT ルナムーンが現れるのを待つだけですかね。そうじゃな、 TNT ルナムーンが出るとされる夜まではまだ時間があるからな。万が一のことを考えてリスポーン地点が遠くならんようにこの辺にベッドでも作るのじゃ。確かに。トコタン、ベッド作れるか？羊毛がないから厳しい。そっか、じゃあ羊毛を取りに行くか。いたいた。ごめんな羊さん、ちょっと毛をもらってくぜ。うわぁ、なんだ、羊が爆発した。うひょー、これは TNT ルナムーンによる怪奇現象なのじゃ。羊さんかわいそう。これじゃあベッド作れねえな。どうする葵？村を探してベッドを入手するしかなさそうだね。そうじゃな、村が見つかればベッドを作らんでもいいのじゃ。よし、じゃあ村を探そう。なんとかベッド入手できたぜ。夜になるまでに村を見つけられてよかった。はあはあ、怪奇現象もしっかり起こったからな、 TNT ルナムーンは絶対に現れるのじゃ。見て見て、あ、月が出てきた。あれ、普通の月に見えるけど。本当だ、普通の月だな。残念じゃ、爆発する羊が現れたから TNT ルナムーンが出てくると思ったんじゃがな、もう少し待つ必要があるみたいじゃな。ねえねえ、あれどうした？トコタン、うわ、クリーパーだ。いや違う、あれは普通のクリーパーじゃない、頭が TNT になったクリーパーだ。うひょー、あんなの初めて見るのじゃ。これも TNT ルナムーンによる怪奇現象なのじゃ。あの TNT クリーパーを調査してみるのじゃ。ちょっと博士、何してるんですか、危ないですって。うわー、言わんこっちゃない。おい、こっちに来てぞ。うわー、ひどい目にあった。やばかったな TNT クリーパー。爆発する羊に加えて TNT クリーパーまで、 TNT ルナムーンの力は恐るべし。もっといろんな怪奇現象を見せてほしいのじゃ。というわけで今日は一旦寝て、また明日調査するのじゃ。おやすみなのじゃ。寝るの早っ。まあ今日は疲れたし俺たちも寝るか。そうだね、調査2日目。よく寝た。さて今日はどんな怪奇現象が起きるのか楽しみなのじゃ。あれは早速怪奇現象だ。嘘だろ、羊の体が TNT になってんぞ。昨日まで普通の羊だったのに。うひょー、面白いのじゃ。 TNT ルナムーンによる侵略がどんどん進んでおるのじゃ。この羊昨日みたいに倒したら爆発するのかな。え、じゃあちょっとヒロ。おい、近づくだけで爆発したぞ。まるでクリーパーだね。羊にはもう近づかないようにしよう。もっと他に異変がないか調査してみるのじゃ。おい待てよ博士。はあ、ダメじゃ、他の異変は見つからんのじゃ。そろそろ夜だね。頼む、今夜こそその姿を見せるのじゃ TNT ルナムーン。おっくんぞ。俺はまた普通の月だな。だね。なんじゃと、おいつになったら現れるのじゃ TNT ルナムーン。うわ、なんだスライム。これは普通のスライムじゃない。うひょー、スライムまで TNT になってしまうとは、こいつも爆発するのか気になるのじゃ。あじゅんつんつん。あ博士、そんなことしたら。わあ
まずい、他のスライムもこっちに来てる。かわいい。トコタン、そんなこと言ってる場合じゃないって。うわー、で、あれ、ダメージ受けなかったぞ。そういえば、マイクラの世界では水の中だと爆破ダメージは無効化されるんだ。お、そんな、何かあったらすぐ水の中に入れば安心だな。調査3日目。いやー、それにしてもモブを次々に TNT にするなんて、 TNT ルナムーンは面白いのじゃ。早く会いたいのじゃ。でもここまでいろんな怪奇現象が起きてるのに TNT ルナムーンが現れないのはどうしてなんだろう。実は TNT ルナムーンは嘘だったとか。いや、絶対そんなことはないのじゃ。わしの勘がそう言っておるから間違いない。もうすぐその姿を現すに違いないのじゃ。ん、なんだ、で、なんだあれ。これも TNT ルナムーンが？すっげー、地面も木も TNT になっちゃってるじゃねえか。これだけの TNT の量、一つでも爆発したらワールドが崩壊しちゃいそうだね。はぁはぁ、これは興味深い。調査してみるのじゃ。あ、博士、気をつけてくださいね。TNT ルナムーン、本当に現れんのかな。怪奇現象はしっかり起きてるし、さすがに来そうだけど。ん？おい、いつもと違くねえか。本当だ、ってことはまさか TNT ルナムーンじゃ。うひょー、やっとじゃ、やっと姿を現したのじゃ。やべえ、マジで TNT の見た目してんじゃねえか。はっはっは、私は TNT ルナムーン。君たち私とゲームをしないかい。ゲーム？はぁ、はぁ、はぁ。おいおい、地球が一瞬で TNT になったぞ。しかもかなりの範囲が TNT に。明日の夜、この世界に顔を出すと同時にこの TNT バイオームを爆発させる。それまでに爆発を防いでみるがいい。くそ、そんなことさせてたまるか。そんなことされたら僕たちはもちろんこのワールドが崩壊しちゃうかもしれない。TNT ルナムーンに勝負を挑まれるとは。勇者さんたち、どうにかして TNT が爆発しないようにするのじゃ。そうしたいんですけど、これだけの TNT を爆発しないようにするなんて。そうだ、 TNT 全部掘っちまえば解決すんじゃねえか。全部掘るか、とりあえずやってみよう。じゃ、掘りまくるぞ。って、マジかよ。表面だけじゃなくて、しかも全部 TNT になってんぞ。最後まで TNT たっぷり。そんなお菓子みたいなこと言ってる場合じゃないよ、男だ。これだけの量はさすがに間に合わんのじゃ。ですね、他の方法を考えなきゃ。水の中だったら爆破ダメージは受けないからな。ここら辺が水で沈めばいいのにな。水で、それだ、やってみよう。よっしゃ、そんじゃ急いで水を運ぶぞ。わー、え、ほ、え、ほ、よいしょっと。ジャバー。葵、これ間に合うのか。これは間に合いそうにないね。くそー、この作戦もダメか。もうどうすりゃいいんだよ。水入りバケツはスタックできないから一度にたくさん持ち運べないのがね。もっと効率よく運べる方法があればいいんだけど。なんで水はブロックじゃないんだ。ブロックならたくさん持ち運べるのによ。水がブロック、あ、そうか、どこだ。水を凍らせられる装置とか作れない。作った。うん、天才。川に入れたら水が一瞬で凍るブロック。さすがトコタン、ありがとう。あとシルクタッチのツルハシと松明を作ってほしいんだけど。はい、これでどうするんだ。いいからついてきて。まずはトコタンの作ってくれたこのブロックを川に入れて。おお、すっげえ、本当に水が氷になったぞ。すごい。次にこのシルクタッチのツルハシで氷を取って。なるほど、氷ならスタックして一気に持ち運べるってわけか。おお、これなら間に合いそうだな。急ぐぞ二人とも。そしてよし、あとは松明を置いて氷が溶けるのを待つだけだ。でももう夜になっちゃう。頼む、間に合ってくれ。わ、間に合った。これは TNT が全て水に浸かっておるではないか。どうだ TNT ルナムーン、これで俺たちの勝ちだ。爆発させるのはやめるんだ。ここまで完璧に防いだものは初めてだ。お主らやるではないか。わしの負けだ。うひょー、さすが勇者さん、 TNT ルナムーンに勝ったのじゃ。それにしても TNT ルナムーン、お主の目的は何じゃ。目的？そんなものはない。ただの暇つぶしだ。暇つぶし？おかげでだいぶ楽しめた。さらばだ。消えた。ふん、 TNT ルナムーン、謎の多い存在じゃ。今回の調査はこれで終了なのじゃ。こうして TNT ルナムーンとの謎のゲームに勝利した僕たちは無事元の世界へ帰ることができたのであった。
もマイクラの世界を救いに来たぜ。イエーあれ珍しく夜のスタートだね。ヒロタン、アオタン、あれあの建物は？ヒャッホーイ、待っておったぞ勇者さんたち。都市伝説博士。この人は都市伝説博士。マイクラの世界で都市伝説を研究しているちょっと癖の強いおじさんだ。今回も都市伝説の研究をするために俺たちを呼んだのか？ああ、その通りじゃ。今回はザットシングの調査をするのじゃ。ザットシング？その前にザットシングを知ってるよって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。で、ザットシングってなんだ？見た目はスティーブに似ておるんじゃが、目が4つに腕が6本も生えた化け物じゃ。化け物？俺怖いのはちょっと。ヒロタン怖がりさん。ザットシングって危ないやつなんですか？さあ、それを確かめるために勇者さんたちを呼んだんじゃ。ああ、でもいろんな怪奇現象を起こして近づいてきて、最後にはプレイヤーを襲うと言われておるのじゃ。めっちゃ危ないやつじゃないですか。まあ、本当かどうかは調査してからのお楽しみじゃ。全然楽しみじゃないんですけど。ザットシングは森の中での目撃情報が多いからな。早速みんなで森へ調査に行くのじゃ。化け物は怖いけど、これもヒーローになるための特訓、やるしかね。おお、待ってろザットシング。ヒロタン復活。こうして僕たちはザットシングの調査をするために森を探索することになった。ダメじゃ。いくら探しても怪奇現象も異変も何も起こらんのじゃ。他に何か情報はないんですか？ない。ひたすら動いて怪奇現象や異変がないか探すしかないのじゃ。そうですか。お、村だ。村人なら何か知ってるかもしれねえよな。聞いてみようぜ。あれ、でもこの村なんかおかしくない？おかしい？何がおかしいんだ？ほら、村人さんはたくさんいるのに家が一つしかない。ほんとじゃ。こんな村見たことないのじゃ。まあ、そういうこともあるだろ。とにかく話を。おい、おい、無視すんなよ。おい、やっぱりこの村おかしいですね。そうじゃな。これはザットシングによる怪奇現象なのかもしれんのじゃ。あれ、村人はどこに行っちまったんだ？というか、村ごとなくなってる。もしかしたらさっきの村はザットシングが作り出した幻なのかもしれんのじゃ。なに？じゃあ近くにザットシングがいるってことか？おーい、ザットシング、出てこーい。え、どうした？トコタン、こんなところに作業台が。これトコタンが作ったの？トコタンじゃないよ。お、じゃあ葵が作ったのか？いや、僕も作ってないよ。わしでもないのじゃ。ん？何か書いてある。 For you。 おー、you、なんて意味だ？あなたへかな。ひょー、きっとこれはザットシングからのプレゼントなのじゃ。プレゼント？どうせならダイヤとか欲しかったぜ。まあでもプレゼントをくれるってことはもしかしていいやつなのかもな。だったらいいけど、何かの罠だったりして。お、 TNT だ。うわー、なんだよ急に。やっぱりさっきの罠だったんだ。うわー、はあ、わしらをおちょくっとるのかもしれん。ザットシング面白いのじゃ。面白がってる場合か。くそー、一旦逃げんぞ。逃げるのはもったいないのじゃ。もっと襲ってほしいのじゃ。何バカなこと言ってるんですか。うわー、来た来た来た。ダメだ、あの人は放っておこう。うわー、もっとちょうだい。だな。うっしょー、楽しかったのじゃ。ザットシングが遊んでくれたのじゃ。いや、完全に命を狙われてましたよ。ザットシングのやつ、姿を見せないで攻撃してくるなんてずるいぞ。正々堂々と戦え。この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 。お、おい、今あそこの木の裏になんかいたぞ。ザットシングかもしれん。見に行ってみるのじゃ。そーっと行くぞ。おりゃおりゃおりゃ。あれ、何もいない。気のせいだったのか。やっと会えると思ったのに残念なのじゃ。見て見て。どうしたの、トコタン。あれは十字架。こんなもの自然に生成されることなんてあるのかな。いや、ない。これもザットシングの仕業に違いないのじゃ。十字架ってなんか不気味だな。だね。うわ、なんだで、なんだこれ。地面に大きな穴が。しかも地面の一番深いところにあるはずの絶対に壊せない岩盤までなくなってる。それってやばいのか。やばいどころじゃないよ。奈落の底まで落ちて確実に死んじゃうやつだよ。嘘だろ。ザットシングは岩盤をも壊すパワーを兼ね備えている。いや、一瞬で地面をくり抜く魔法のような力を持っておるのじゃ。どんなやつなのかさらに興味が湧いてくるのじゃ。ザットシング、なんて力だよ。うわ、まだだ。で、嘘だろ。地面が。
ここは研究所にリスポーンしたのか。くそ、ひどい目にあったぜ。だんだん僕らを襲うようになってきてるね。それなのに未だ姿を見せないなんて、ザットシングはテレ屋さんなのじゃ。早くその姿を見たいのに。のー、人は隠されたら気になって見たくなってしまうもの。絶対にその姿を見てやるぞ。あ、博士、追いかけるぞ二人とも。なんだ、急に夜になった。ほう、ザットシングはそんな能力まで持っておるのか。すごいのじゃ。ねえねえ、あれあれ、おい、あれってまさかザットシングだ。うひょー、ついに見つけたぞザットシング。ちょっと待って、ワープして近づいてきてる。うわ、嘘だろ。あ、くそ、強すぎんだろ。博士、ザットシングを見ることができたし、これで調査は終わりでいいですよね。いや、まだじゃ。ザットシングを倒すまでまとめるのが都市伝説の研究なのじゃ。あんなの倒せるわけないですよ。いや、あんなヤバいやつをこのまま放っておくわけにはいかねえ。やるぞ青いトコタン。トコタンはいいよ。やるしかないのか。まだいるじゃねえか。まだこっちには気づいてないみたいじゃ。こっそり襲いかかるのがいいかもしれんのじゃ。じゃあ俺が合図したらみんなで一斉に攻撃だ。トコタン、武器作れるか。はい、サンキュートコタン。こんなんで倒せるのかな。やってみるしかねえだろ。よし、行くぞ。どーりゃー、まずい、気づかれた。このまま行くぞ。うおあ、地面か。うわ、落ちる。くっそー、近づいて攻撃するのは無理だ。次は遠距離攻撃作戦で行こうぜ。トコタン、弓矢作ってくれ。作った。よし、これでリベンジだ。お、勇者さんたちお帰りなのじゃ。博士は無事だったみたいだな。まだ気づかれておらんようじゃ。ほいで、勇者さんたちが戻ってくるまでザットシングの行動を観察しておったんじゃが、いくつかの行動パターンがあることに気づいたんじゃ。本当ですか？ザットシングを倒すためのヒントになるかもしれません。教えてください。はあはあ、もちろんじゃ。まず一つ目の行動パターンはワープの距離についてじゃ。ワープの距離？そうじゃ、ザットシングは最長でも10マス分しかワープできんことが分かったのじゃ。10マス、確かに僕たちに近づいてくるとき一定の距離を少しずつワープしてきてましたね。どこにでもワープできるわけじゃないんだな。次、二つ目の行動パターンは地形生成についてじゃ。地形生成、なんだそれ。地形を作ったりすることですかね。そうじゃ、どうやらザットシングは地形をくり抜くようなブロックを一瞬で消すというのはできるようなんじゃが、その逆の穴を埋める、つまりブロックを生み出すことはできんようじゃ。なるほど。でも作業台を作ってなかったか。あれはおそらくどっかから持ってきたんじゃろう。なるほどな。どうだ葵、なんかいい作戦作れそうか。うまくいくかはわからないけど試してみる価値はあるかも。マジか、さすが葵。どんな作戦なんだ。ゴニョ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 。そして、よし、青いトコタン、準備はいいか。うん、トコタン、いつでも。そんじゃ、作戦開始だ。やーい、ザットシング、こっちだ。お尻ペンペン。うわー、落ちる。よっしゃ、どんどん行くぞ。トコタンはここだよ。わー、僕はこっちだ。わー、よし、いい感じ、このまま行くよ。わー、落ちる。これで終わりだ。よし、はて、勇者さんたちは一体何をしとるんじゃ。へへ、あれを見てみろ。なに、ザットシングが身動き取れなくなっておるのじゃ。よっしゃ、作戦成功だぜ。イエーイ、さすが葵、よくあんな作戦を思いついたな。アウタン天才。うん、ザットシングを挑発して何度も僕たちを奈落へ落とさせて、気づいた頃には身動きが取れなくなってる作戦、うまくいってよかった。すごいのじゃ。さすが勇者さんなのじゃ。いえ、博士が行動パターンを見つけてくれたおかげです。こうして僕たちはザットシングを封じ込むことに成功し、元の世界に帰ることができたのであった。ちなみに、あの後ザットシングを一目見ようと村人さんたちが集まるようになり、一つの観光スポットになったみたいです。よっと、今日もマイクラの世界を救いに来たぜ。イエーイ。はあ、待っておったぞ勇者さんたち。都市伝説博士。この人は都市伝説博士、マイクラの世界で都市伝説を研究しているちょっと癖の強いおじさんだ。今回もわしと都市伝説の調査をしてもらうのじゃ。どうじゃ、楽しみじゃろ。楽しみ。
お化けじゃないなら。なんだか僕たちすっかり博士の助手になっちゃってるね。今回はビルアールについて調査するのじゃ。ビルアール？とその前に、ビルアールを知ってるよって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。ビルアールってなんだ？ビルアールとは村人の姿をしているが、普通の村人とは違って白い姿をしており、超能力を使うと言われておる謎の存在じゃ。超能力？そうじゃ。雷を落としたりテレポートしたり、時間を操ることすらできると言われておるのじゃ。それが本当ならとんでもないですね。一説によると、その正体はハッカーではないかとも言われておるんじゃ。ハッカー？ああ、火がぼっとつく。それは発火。食べるとシュンシュンする。それはハッカー目じゃなくて、ハッカーっていうのはコンピューターやネットの知識を使って不正にアクセスしたり攻撃したりする人たちのことだよ。ヒーさんみたいなもんか。確かにそうかも。ヒーさんとは僕たちをサポートしてくれる超高性能な AI バッジ。マイクラの世界にはゲームをハッキングしてきてくれる。今回の動画にも出てきて大活躍するから最後まで見てね。おいで、この近くにある村にビルアールが出るという情報があるんじゃ。お、その村ってのはあれか。そうじゃ、早速行ってみるのじゃ。うわ、雷だ。はあはあ、早速奴が現れたのかもしれん。村人たちが心配だ、急ごうぜ。おーい、大丈夫か。はあ、これはこれは勇者さんたち、いいところに。わしはこの村の村長じゃ。見ての通り、ビルアールが悪さをして困っておるんじゃ。はあ、やはりビルアールの仕業だったのじゃ。ビルアールはどこにいるんだ。それが奴は村人に化けていて見つからないんじゃ。何？そんなこともできんのかよ。よし、ヒーローの俺たちに任せてくれ。ありがとう、勇者さん。村人に化けてるってどうやって見つければいいんだろうな。見て見て、お花畑。ほんとだ、綺麗に咲いてるね。お、今なんか通ったぞ。何？ドアが壊れた。壊れたというより壊された感じだったね。これはビルアールかもしれん。奴は透明になる能力もあると言われておるのじゃ。じゃあ今がチャンスだな。あの家にいるかもしれねえ。トコタン、武器作れるか。作った。サンキュー、トコタン。よし、1、2の3で突撃すんぞ。1、2の3。それおりゃおりゃおりゃって、あれ、何にもいねえぞ。確かに何かが入っていたはずなのに。うわぁ、なんだ。真っ暗。これは光を遮る遮光ガラスだ。ん、うわぁ、出た、お化け。消えた。 とにかくガラスを壊して外に出よう。はぁ、あ、はぁ、あ、今のは間違いなくビルアールじゃ。おい、ビルアールってお化けなのか。お化けのような見た目をしとるが、お化けではない。安心するのじゃ。うわ、今度は急に夜になったぞ。ビルアールは時間を操ることもできるからな。これはビルアールの仕業に違いないのじゃ。あれ、待って、村の様子も何か変わってない？あそこに家があったはずなのになくなってる。そうだったか。葵の見間違いじゃねえのか。そんなはずは。 あそこだ、あそこに家が移動してる。お花畑があったとこ。何？確かにあそこはお花畑があったところだ。はあ、わしの家がなくなってしまったのじゃ。村人さん、かわいそう。くそ、早くビルアールを捕まえねえとな。これ以上好き勝手させてたまるか。あそこじゃ、あそこにビルアールがいるのじゃ。ほんとだ、待て、ビルアール。なんてスピードだ。くそ、逃がさねえぞ。しまった、村人に紛れ込まれちまった。見失っちゃったね。くそ、どこだ、ビルアール、出てこい。あ、あそこ。このままじゃいつまで経っても捕まえられねえ。手分けして探すぞ。わかった、僕はこっちを探す。トコタンはこっち。出てこい、ビルアール。あ、見つけた。こんな、もう逃がさねえぞ。よっしゃ、捕まえた。な、何をする、話しとくれ。おい、ビルアール捕まえたぞ。おい、やったよ、ビルアールを捕まえた。捕まえた。え、これはどういうこと。ビルアールが3人もおるのじゃ。何、ビルアールが普通の村人に。いたたた、突然何をするんじゃ、勇者さん。これは一体。はあ、ビルアールは自分だけでなく他人も変身させられるようじゃな。自分の偽物を作って逃げるとは頭が切れるやつじゃ。そんなこともできんのかよ。ヒロタン、アオタン、あれ。うわぁ、うわぁ。くしょう、バカにしやがって。してやられたの。ビルアールは噂以上じゃな。恐ろしいハッカーなのじゃ。恐ろしいハッカー、そう
うだ、もし本当にハッカーならヒーさんに聞けばいいかも。ヒーさんもゲームをハッキングしてきてるからね。おお、確かにヒーさんならなんかわかるかもしれねえよな。おーい、ヒーさん。はーい、ボーイたち。ヒーさん。はは、みんな元気してた？今回は牛さんになってみたよ。うしし、なんてな。はいはい、ヒーさん、聞きたいことがあるんだけど。もう、ヒーさんの渾身の親父ギャグをスルーしないでくれ、メガネボーイ。そんなんだと、ギューッと抱きしめてお仕置きしちゃうぞ。いいから話を聞いて、ヒーさん。わかったわかった、メガネボーイ、だからぶたないで。ってなんだ、この世界ヒーさん以外にも邪魔者が紛れ込んでないかい？わかるの、ヒーさん。もちろんさ、ビンビン違和感を感じるぜ。この気配、多分ハッカーだな。えひょー、やっぱりハッカーじゃったか。僕たちそのハッカー、ビルアールを退治しなきゃいけないんだけど、何もできなくて。ヒーさんならなんとかできないかな。なんだそんなことか。ちょっと待ってな。うん、そうだな、うまいことコードを書き換えて隠れてるな。こいつはかなり優秀なハッカーだぜ。ヒーさんにも手強いかもな。そんな、ヒーさんでもダメなのか。なんなんなん、まだ諦めるのは早いぜ、ヒーローボーイ。ハッカーの動きを少しでも止められれば、その隙にヒーさんが何とかしてやれないこともないぜ。動きを止めるか。よし、それなら僕に考えがある。とことん、ちょっといい？いや。そして、みんな集まってくれてありがとうな。はあ、勇者さんに言われてみんなを集めたが、これは一体どういうことじゃ。今から村人さんたちにはこの箱に入ったくじを引いてもらいます。くじ？はいはい、じゃあみんな順番にくじを引いてってくれ。はあ、わけがわからんの。引いたら開けずにそのまま持っていてくださいね。はあはあ。皆さん、くじは引き終わりましたね。実はこのくじ、トコタンが作った特別なくじです。村人さんがこのくじを持っても何も変化はありませんが、ビルアールが持つとあら不思議、くじが赤く変色するんです。はあ、なんじゃと、すごいな。さあみんな、くじを開けてみてくれ。それじゃわしから。これは、白じゃ。次はわしが。何、そんなバカな赤色じゃと。わしも赤じゃ。わしもじゃ。落ち着いてください。実はくじの中身は全部赤色になっていたんです。一体どういうことじゃ。ビルアールなら自分のくじの色が赤色だった場合、自分がビルアールというのがバレないようにこっそり超能力で白に変えるはず。つまりビルアールはあなただ。くそ、そんなバカな。ぬぬぬぬ。はあはあ、さすが勇者さんなのじゃ。おのれ、今だ、ヒーさん。はいはい、それじゃあちょっとコードをいじらせてもらうぜ。やめろ。なあ、何が起こってるんじゃ。ヒーさんがセキュリティの中で戦ってるんだ。ヒーさん頑張れ。ヒーさん負けるな。おお、やったか。はーい、ボーイたち。ヒーさん、ハッカーはこの世界から追い出したぜ。これでもうこの世界にはちょっかいは出せないはずさ。よかった、さすがヒーさん。すっげー、ありがとな、ヒーさん。でまずい、今度はヒーさんがセキュリティシステムに弾き出されそうだぜ。じゃあな、ボーイたち。ありがとう、ヒーさん。ありがとう、勇者さんたち。これで村が平和になるわい。よかったな。もしまた助けが必要になったらいつでも呼んでくれよな。こうして僕たちはビルワールから村を救うことに成功し、元の世界へ帰ることができたのであった。よっと、今日もマイクラの世界で特訓だぜ。さて、困った人は。雨が赤色だぞ。しかもこれは普通の雨じゃない、血液の雨だ。その前に、マイクラで起きる奇妙な現象、血液の雨を知ってるよって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。とりあえず村人に聞いてみっか。すみません。なんだこれ。スティーブがいっぱいだ。おいおい、この村は一体どうなってんだ。血の雨に大量のスティーブ。この村で何か大変なことが起こっていることは間違いないね。はあ、勇者さんたち、わしはこの村の村長じゃ。説明は後じゃ。まずはわしの家に来とくれ。ここが村長さんの家か。お、エリトラがあんぞ。ちょっとヒロ、勝手に人んち物色しないで。それでこの村では一体何が起こってるんですか。はあ、数日前から村に血液の雨が降り始めての。血液の雨に当たった村人が全員スティーブになってしまったんじゃ。何？
あのスティーブはみんな村人なのか？お願いじゃ勇者さん、血液の雨を止めてみんなを元に戻しとくれ。もちろんだ、ヒーローの俺たちに任せてくれ。で、なんだこれ、俺の手がスティーブになってる。トコタンも、僕の手もだ。おそろい。そうじゃった、勇者さんたちも血液の雨に当たってしまったから、そのうちスティーブになってしまうのじゃ。嘘だろう。早くなんとかしないと。でもどうすればいいんだ。村長さん、血液の雨の原因について何か心当たりはありませんか。はあ、昔この村はひどい干ばつに悩まされておったのじゃ。その時雨乞いの儀式をしとったみたいなんじゃが、人柱としてスティーブが捧げられたと言われておるのじゃ。人柱？生贄みたいなものじゃ。昔はそういう風習もあったみたいなんじゃ。なるほど、スティーブを人柱にして雨乞いか。村人さんがスティーブになってしまう怪現象といい、何か関係がありそうですね。村長さん、そのお話もっと詳しく聞かせてもらえませんか。すまない、わしもこれ以上のことは知らんのじゃ。じゃがここから東にまっすぐ行くと神社がある。そこに雨乞いの儀式について詳しく記されておる日記があるはずじゃから、行ってみるといい。よっしゃ、青いトコタン、早速行ってみようぜ。待つんじゃ勇者さん、これを持って行きなさい。そのまま行くとあっという間にスティーブになってしまうぞ。お、ありがとな村長さん。ありがとうございます。頼んだぞ勇者さんたち。それにしてもスティーブになった村人がこんなにもいるなんてな。ゾンビみたいでちょっと不気味だぜ。だね、ゾンビみたいに襲ってこなくてよかった。待っててくれよ村人たち、ヒーローの俺がすぐに元に戻してやるからな。ヒロタン、アオタン、あれ、お、あれが神社だな。ごめんください。ごめんなさい。村長が言ってた日記ってのはどこにあるんだろうな。手分けして探そうぜ。うん、あったかも。お、これは雨なんとか。え、読めねえ。おい青い、これじゃねえか。どれどれ、雨乞いの儀式について。これだ。何何、ずっと雨が降らなくて困っている。このままでは村が滅びてしまうので特別な雨乞いの儀式を行うことにした。これはスティーブを人柱にすることで絶対に雨を降らせる儀式だ。おかげで村には恵みの雨が降った。本当にスティーブが犠牲になったんだな。だね、かわいそう。しかしその代わりにこの儀式は呪いをもたらすこととなった。100年後村に血液の雨が降るという呪いだ。呪い？これじゃねえか。うん、もしかしたら何か解決策も書かれてるかも。100年後の村人のために呪いを解く方法をここに記す。おお、どんな方法なんだ。血液の雨は空に浮かぶスティーブの生首が降らせている。そして胴体はワールドをさまよっている。生首？ねえ気持ち悪い。生首と胴体合わせれば呪いは解けるだろう。健闘を祈る。だって、俺怖いのはちょっと。ヒロタン、お化け苦手。そんなこと言ってる場合じゃないよヒロ。このままじゃ僕たちもスティーブになっちゃうんだよ。そうだけどよ。まずはスティーブの胴体が本当にさまよってるのか探してみよう。よし、わかった。怖いけどこれもヒーローになるための特訓、やってやるぜ。ぬー、ヒロタン復活。おーい、胴体だけのスティーブどこだ。おーい、頭がないんだから聞こえないんじゃない。そう、そっか、この村には胴体だけのスティーブはいなさそうだな。見た感じみんな普通に頭があるもんね。見て見て、お、あれはいた、胴体だけのスティーブ。マジで頭がないぞ。ぶつかってる。前が見えないみたいだね。見た目は怖くて気持ち悪いけど、なんかかわいそうだな。だね、早く元の姿に戻してあげたいね。ヒロ、足がスティーブになってる。何？そういう葵の足も、トコタンも。大変だ。ちょっとずつ体が侵食されてる。急がねえとな、早くスティーブの頭と胴体を合わせんぞ。けどスティーブの頭は空の上にいるみたいだし、どうすれば。お、いい方法思いついたぞ。本当に？どんな方法？名付けて大声で呼ぶ作戦だ。叫ぶだけ？期待して損した。とにかくやってみようぜ。おーいスティーブ、お前の体はここにある。ダメだ、聞こえてねえみたいだな。そりゃそうでしょう、空の上だよ、届くわけないって。もっと違う方法考えようよ。というかそもそも本当に空の上にスティーブの頭があるのかも確かめないと。そうだな、じゃあ俺が確かめてきてやる。どうやって？村長さん家にエリトラがあっただろ、あれを借りれば一瞬で見つけられんじゃねえか。確かに、ヒロにしてはいい方法思いついたね。ヒロにしてはって、おい青い、まあとりあえず借りてくっか。じゃ
行ってくるぞ。二人はここで待っててくれ。うん、頼んだよヒロ。じゃあ行くぜ。うおー、行ってらー。血液の雨で前が見づらいぜ。どこだスティーブの頭。俺は、うわー、スティーブの頭だ。気持ち悪い。ケロ、空の上にスティーブの頭があることは分かった。葵たちのところに戻ろう。葵、どこだ。スティーブの頭あったぞ。本当？よし、あとはどうやって頭と胴体を合わすかだね。で、ヒロ？どうした葵？ヒロの体が、うわ、さっきよりスティーブになってる。きっと血液の雨に打たれすぎちゃったからだね。急がなきゃ。でもかなり高いところにあったぞ。あそこまで胴体を連れてくなんてできんのかな。階段か。いいかも。おお、確かにそれなら胴体を連れていくのも余裕だな。うん、トコタンナイスだよ。およ、トコタンは登り降りしてただけだよ。あ、アイディアを教えてくれてたわけじゃないんだ。よし、そんじゃめっちゃ長い階段を作るぞ。わあ。そしてよし、階段の完成だ。胴体だけのスティーブを連れていくぞ。おーい、こっちだぞ。慎重にね。あそこ段差があるから気をつけて。結構高いとこまで来たな。見ろよ、すげえ景色だ。綺麗。高すぎて怖いよ。スティーブ、お前にもすぐこの景色を見せてやっからな。急に体が。大丈夫ヒロ？なんか急に体がだるくなってきたぜ。まずい、急がなきゃ。よっしゃ、あとちょっとだ。おいスティーブ、お前の体を連れてきたぞ。スティーブの体が頭の方に引き寄せられてくぞ。ありがとう勇者さんたち。無事成仏したみたいだね。お、体が元に戻ったぞ。本当だ、よかった。はあ、わしらは今まで何を。村人たちが元に。ありがとう勇者さんたち。こうして血液の雨による呪いから村を救った僕たちは元の世界に帰ることができたのであった。ちなみに僕たちの作った階段は天国の階段として村の人気スポットになったみたいです。今日もマイクラの世界で特訓だぜ。あれはなんか見覚えのある建物が。はぁ、はぁ、待っておったぞ勇者さんたち。都市伝説博士。この人は都市伝説博士。マイクラの世界で都市伝説を研究しているちょっと癖の強いおじさんだ。最近出番多くねえか。うん、多いね。はぁ、当然じゃ。都市伝説と言ったらわししかおらんじゃろ。どうじゃ、嬉しいじゃろ。まあ、2% くらい。というか研究所ってこんなところに立ってましたっけ。よくぞ気づいたのじゃ。今回のターゲットが出そうなところに立て直したのじゃ。1週間もかかっちゃったのじゃ。気合がすごいな。それで今回は何の都市伝説を調査すんだ。今回はブラッドエンダーマンを調査するのじゃ。ブラッドエンダーマン？とその前に、ブラッドエンダーマンを知ってるよって人はチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。で、ブラッドエンダーマンってなんだ。前に調査したブラッドゴーレムとかブラッドエボーカーと関係がありそうですね。ああ、それらと同様の血まみれの都市伝説キャラじゃな。仲間といって差し支えないじゃろう。ブラッドゴーレムとブラッドエボーカーが出てくる動画はこちら。よかったら見てみてね。ってことは普通のエンダーマンより強えってことか。おそらくそうじゃ。というわけで勇者さんたち、今回もよろしく頼むのじゃ。わかった。俺たちはたくさん都市伝説を調査してきたからな。余裕余裕。青いトコタン、今回もやってやろうぜ。トコタン頑張れ。まあやるしかないからね。それで今回はどうやって調査を進めていくんですか。はあ、ブラッドエンダーマンにはこの研究所がある森とネザーに出現したという報告が多いのじゃ。なるほど。そんじゃ早速森を調査しようぜ。ぜー。わ、ちょっと待ってよ。ダメだ、ブラッドエンダーマンどこにもいねえ。全然見つかる気がしないね。はあ、森は広いからな。そんな簡単には見つからんのじゃ。これは大変な調査になりそうだ。そうだ、さっき博士ネザーでも目撃情報があるって言ってたよな。うん、言ってたね。じゃあ気分転換も兼ねてネザーを探してみようぜ。うん、悪くないのじゃ。あ、でもネザーに行くにはネザーゲートを作らねえとな。作った。
いつの間に？相変わらず早いねトコタンは。さすがトコタン。よし、そんじゃ気を取り直してネザーに行くぞ。ああ。ネザーっていつ来ても不気味だぜ。おや、どうしたのトコタン。あそこ。ん？おい、今エンダーマンみたいなのがいたよな。うん、いた気がする。うひょー、どこなのじゃ。ああ、博士待ってくれよ。どうだ、なんかいたか。ダメじゃ、何もおらんのじゃ。見間違い。いや、確かに何かはいた気がするんだけど。エンダーマンはワープできっからな。逃げられちゃったのかもな。やっと見つけられたと思ったのにね。うん、あれはおかしいのじゃ。どうした博士。あれじゃ、あれを見るのじゃ。ネザーゲートか。なんかおかしいところあっか。あ、ネザーゲートの周りが草ブロックになってる。ほんとだ。これはブラッドエンダーマンの仕業に違いないのじゃ。噂によるとネザーに草ブロックを運ぶという報告もあるからな。なるほど、確かにネザーに草ブロックはないですからね。じゃあやっぱりさっきのはブラッドエンダーマンだったのか。はあ、その可能性が高いのじゃ。ブラッドエンダーマンは現世移動したのかもしれん。勇者さんたち現世急ぐのじゃ。待ってください博士。おーい、出てこいブラッドエンダーマン。あれ、ここってなんかなかったか。なんということじゃ。わしの研究所がなくなっておるのじゃ。一体どうして。これはブラッドエンダーマンの仕業かもしれんのじゃ。一週間かけて作った研究所を一瞬で消されちまったのじゃ。珍しく博士が落ち込んでる。まあまた作ればいいだろう。俺たちも手伝ってやっからよ。おや、どうしたのトコタン。おい、あんなところにピラミッドなんかあったか。いや、なかったはず。まさかあれもブラッドエンダーマンが。うん、もしかしたらブラッドエンダーマンは構造物さえもワープさせることができるかもしれんのじゃ。おいおい、マジかよ。すごい力だ。あ、でもそしたら博士の研究所もどっかにあるのかも。確かに、よかったな博士。よかったのじゃ。じゃあせっかくだしピラミッドの中を探索してみようぜ。うん、ピラミッドにはチェストと TNT があるからね。取っておいて損はないかも。こうしてピラミッドで TNT などの素材を入手した僕たちはブラッドエンダーマンを求めて探索を続け、砂漠にまで調査範囲を広げていた。さあ、砂漠はじー。はあ、砂漠はエンダーマンがよくスポーンするバイオームじゃ。もしかしたらブラッドエンダーマンも来ておるかもしれん。気合い入れて捜索するのじゃ。あれ、これってエンドシティ。エンドシティってなんだ。エンドにしかない構造物だよ。どうしてこんなところに。これもブラッドエンダーマンの仕業に違いないのじゃ。こんなところにエンドシティがあるなんて面白いのじゃ。ピラミッドみたいになんか使えそうな素材があったりすんのか。確かダイヤモンドの装備とかかなりいいアイテムが入手できたような。そうじゃな、レアなアイテムが必ずあるのじゃ。うひょー、取りに行こうぜ。うん、よっしゃ、めっちゃいい素材が取れたぞ。まさかダイヤのフル装備ができるなんてね。これならブラッドエンダーマンにも勝てちゃうかもな。はあはあ、相手の能力を利用して倒す、面白いのじゃ。うわー、出てこいブラッドエンダーマン。お、おい、あそこにいるのってブラッドエンダーマンじゃ。うひょー、やっと会えたのじゃ。本当に赤い血が流れてる。うわー、まずい、攻撃すぞ。うわー、どれ、ここだ、ここ、ここ空の上だ。うわー、落ちる。あぶねえ、助かったぜ。運よく水の上に着地できてよかった。わしらをワープさせるとは面白いのじゃ。くそー、そんなのありかよ。これじゃ攻撃なんかできねえぜ。だね、気づかれずに攻撃する方法を考えないと。うわ、ブラッドエンダーマンだ。え、ワープさせられる前に、うおりゃ。いや、博士どこだ。あ、ってここは赤いブロックに囲まれた空間。お、葵も来たか。ヒロ、ここはどこなの。聞いて驚くな、おそらくブラッドエンダーマンの胃の中じゃ。胃の中ってことは僕たち食べられちゃったってことですか。食べられたのか胃の中にワープさせられたのかは分からんが、とにかくわしらはブラッドエンダーマンの餌になってしまったようじゃな。そんな、なんとかして出る方法を考えないと。そうじゃの、このままじゃとわしらは消化されてブラッドエンダーマンのうんちになってしまうのじゃ。うぎぇ、うんちになるなんてごめんだぜ。よし、こうなったら剣で内側から攻撃してみようぜ。うん、やってみよう。おりゃ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 。
ダメだ、硬くて全然効いてる気がしねえ。賢者、この硬い壁はびくともしないね。もっと強力な攻撃ができればな。はいよ、 TNT！ そうか、ピラミッドで取った TNT があったな。これならブラッドエンダーマンごとぶっ飛ばせるかもな。何を言っとるのじゃ、そんなことしたらわしらも爆発に巻き込まれてしまうのじゃ。ああ、そっか、じゃあ TNT は使えねえか。いや、いいかも。は？何言ってんだよ、葵、マジで言ってんのか。うん、なぜなら僕たちはリスポーンできる。そうじゃった、忘れとったのじゃ。いやー、その手があったか。死滅作戦ってことだな。じゃ、一発で完璧にぶっ飛ばすために超強力な TNT があった方がいいよな。トコタン、そういうの作れるか。作った。うーん、天才で、100倍 TNT、 TNT の100倍の威力だよ。まぜまぜしたらできた。まぜまぜ、そんなんで普通できないと思うけど。じゃあここに100倍 TNT をセットして、あとは着火するだけだ。みんな心の準備はいいか。うん、トコタンはいつでも。わしも OK じゃ。よし、行くぜ。さらばだ、ブラッドエンダーマン。そして、ここは…うっしょー、わしの研究所じゃ。リスポーンして帰ってきたのじゃ。おー、よかったな、博士。はあ、今回の調査はこれで終了じゃ。今回も素晴らしい活躍じゃったわい。こうして無事ブラッドエンダーマンの調査と討伐に成功した僕たちは元の世界に帰ることができたのであった。っていうか、なんか